先手の藤井王座が永瀬九段を下し、開幕2連勝で王座初防衛まであと1勝に迫った。4日に行われた開幕局では藤井王座に後手番ブレークを許したものの、シリーズは始まったばかりであり、永瀬九段は第1局を終えて、こうしてみようかなというのはありますと研究ストックの幅と深さに自信を見せていた。藤井王座とは長年の研究パートナーの仲としても知られているが、互いに手の内を知り尽くしているというわけではないと話していた。たくさん VS という形で教えていただいていますので、どういう戦法に興味を持っているかは互いに分かっている部分もあるかなと思いますと、あくまで対戦相手としての距離感を保っていることを強調していた。第2局では永瀬九段は藤井王座得意の角換わり腰掛け銀への誘導を受けた。その裏には秘策があったようで、76手目に前例のない9筋の歩の突き捨ての攻めが、手を変えたつもりはなかった、こう指そうと思っていたと狙いの一手だったことを認めた。さらに80手目、藤井玉を守っている銀を桂馬で狙った場面で、銀を逃げずに4筋に香車を打たれたのを本譜の組み合わせは認識がなかった、触り方を間違えてしまったと仕掛けをかわされ、攻勢に出られなかったことを悔やんだ。一つ一つの形が特殊、形が分からなかった。81手目に先手4六香とされてうまく対応できず、途中から少しずつ差がついたと話した。午後6時20分頃には右手で頬杖をつき、ため息をつくなど明らかに劣勢を意識していた。昨年防衛すれば連続5期制覇で永世称号にあたる名誉王座の資格を得るチャンスで敗れ、逆に相手に全8冠制覇の偉業を達成された。そのリターンマッチで早くも角番に追い込まれたが、精一杯準備をしたいと声を絞り出していた加藤一二三九段は藤井王座の対局観にうならされました。45手目の先手4五桂、桂馬の高飛び、歩の餌食の格言にもあるように、一見無理攻めかと思われましたが、ここから攻めをつなげていきました。表芸というべき一直線の攻め合いは大の得意ですから、先手7三歩成91手目で桂馬を先手で取って、それを天王山に打ち込むなど気持ちのいい指し手が続きました。驚かされたのは永瀬九段の後手7六桂に対する先手7七玉の受け。銀をタダで取られた上に玉が3段目に浮くのは形として良くないし気持ち悪いはずなのですが、平気で応じています。これを面白いと見ているのが独特の感覚なのでしょう。全く不満のない会心の勝利でした。永瀬九段の敗因を挙げるとすれば、76手目の後手9五歩一手パスのようなこの手はスピード競争で遅れを取っています。持ち時間各5時間のうち81手目まで7分しか使っていなかったのですから、相当研究していたと思います。どうしてこんな甘い手を指してしまったのか不思議です。今の藤井王座に一度リードを許せば差を詰めるのは厳しいです。かつて私が対戦した大山先生や増田先生もリードを許すと挽回するのは容易ではありませんでした。昨年の王座戦は3勝1敗といっても内容的には逆のスコアでもおかしくなかったでしょう。この時に比べ藤井さんは確実にバージョンアップしています。タイトル戦で後がなくなった棋士は負けられないプレッシャーがあります。勝ち星が先行している棋士はのびのびと戦えます。今シリーズは初防衛がかなり濃厚と見ましたと話す藤井七冠は、後手が80手目に自玉近くの銀を狙って桂馬を打っても銀を取られてしまうのでやりすぎかなと一抹の不安を抱えながらも、45分の考慮で銀を逃げずに4筋に香車を打ち込んで攻撃力を増強。お互い玉の守りが薄い傷を抱えた陣形なので判断の難しい将棋と考え、要所での深い読みで守りよりも攻めを重視した。終盤に差し掛かる104手目には2筋の飛車に当たり1筋にいた角の自由度を封じられる香車を打ち込まれたが、105手目に敵玉に近い4筋の歩を再び突き出し、こちらの玉が耐久力のありそうな形なので少し指しやすくなったのかなと、盤面を広く見るバランスの良さも物を言う鑑賞だった。終局後、藤井王座は角換わりからかなり激しい攻め合いの展開になった。自信のない局面もあったが、最後は際どく勝つことができたと思っている。第3局が2週間後にあるので、
そちらに向けてしっかり準備をしていきたいと語った。永瀬九段は激しい将棋だったがうまく対応できずに途中から少しずつ差がついてしまった。厳しい状況になったが3局目も頑張りたいと話していた。第3局は30日に京都市のウェスティン都ホテル京都で指される。同所は昨年10月全8冠独占を達成した舞台だ。藤井聡太7冠と永瀬拓矢九段の対局は面白い。それでも藤井さんが1枚上手だったようだ。第3局も熱戦を期待したい。藤井聡太7冠、永瀬拓矢九段に幸あれ。あなたはどう思いましたか？コメント欄で話し合えたら嬉しいです。